南隅警弁鉄道3型蒸気機関車は、南隅警弁鉄道が使用した蒸気機関車である。後に、大隅鉄道の国有化に伴いけ270型となった。台湾の帝国政党向けなどに納入実績のあった、川崎造船所としては、最初期にあたる、イギリス流の外側大枠を備える飽和式13トン級 C 型タンク機関車で、 川崎造船所川崎車両、川崎重工業としては直接発注された最初の私鉄向け蒸気機,機関車でもあった。南住軽弁鉄道は開業にあたって1型を3両導入するつもりであったが予算削減で2両になった。この機関車は削減した分をその後追加で導入したものである。ただしメーカーは川崎造船所に変更された。この際機関車の全幅が 車両限界の 1981mm を超える 2210mm となっており、車両限界の変更を届け出ている。1915年10月1日に発注され、翌1916年3月末に納入された。車両限界の変更は同年1月に提出し、3月24日付け間569号で認可された。 1935年6月1日に大隅鉄道が国鉄に買収されフル高線となると、計270型となった。1938年10月10日に改め機が完了するまで使われたが、利用頻度は低かったとされる。その後、旧車扱いとなり、支部式管区で保管されたが、定置ボイラーとして利用され1939年5月に廃車となった。 本形式の同型機としては、他に台湾の政党会社向けに6両が製造されている。その状況は次の通りである。上記のうち、林本源政党に納入されたものについては、内地の楠のき製作所が下取りし、更新修繕の上1920年に愛媛鉄道に納入されたと言われている。新生感もない、この機関車がどういった経緯で、 楠木製作所の手に渡ったのかはつまびらかでないが、おそらく事故で大破したものを下取りしたものと推定されている。楠木製作所では、大枠や走行装置を申請したものと見られ、その際に固定軸距は 1930mm に延長、動輪直径は 711mm に拡大されたが、上回りは原型のままである。この機関車は、 愛媛鉄道の4となり、同線の国有化によりけ260型となった。その後も愛媛線で使用され、改め気工時間制後の1936年末から、翌年初めに廃車となった。改め気工時間制との間に半年ほどのラグがあるが、これは、広島鉄道局配置のまま山口工事事務所へ一時的に対応していたものと推定されている。 国鉄家260形状機器官社に関するカテゴリー、国鉄家270形状機器官社に関するカテゴリー、愛媛鉄道4号状機器官社に関するカテゴリー。ありがとうございます。